まずは画面左から右に攻めます黄色のユニフォームのエディオス、1本目高槻決めてきました。このあのゴール下からまず高槻選手が得点、高田リバウンドショット、バスケットカウントねじ込みました。さくら選手はコツコツと点に絡んでいくといいですよね。赤穂さくら選手準々決勝も6リバウンド、昨日も8リバウンド。宮崎です。星がアタックして高槻に合わせてきました。ここもいいですね、星選手のアタックからの合わせですからね。高槻選手連続できてます。いいですね、高槻が取っています。ここ今高田選手と高槻選手のマッチアップ見応えありそうですね。ここは高槻がいきました、連続得点。元川ショットクロック10秒、ひまわりを狙ってさくら、さくらのシュート、これが決まります。ここまで連続得点となっています。高槻、さくら、星から今度は長岡、長岡対さくら、長岡のシュート、ここは個人技で来ますね。ショットクロック10秒、元川、さくらに合わせて、ここもさくらできました。ディフェンスかなり押し上げてますね。伝送ですね、はい、さあ長岡、あ強い、ここは持っていきました。あの渡嘉敷選手だけのイン、桜失礼しました、ひまわり、柔らかいプレーですね。ここも持っていきました、はい、やはりこうミスマッチの伸ばしていく、ひまわり、ひまわり持っていきました。ライディスパルトラブルにも注意したい、デンソンアイリスです。林のスリーポイント、あこれが素晴らしい、はい、ちょっとシュートの確率があるので、なかなか点の活躍でした。高橋選手、ここは高橋選手のところをあのダブルチーム行ってますね。林の綺麗なスリーポイントシュートがここでも来ました。チームの開幕戦で復帰、そしてこの皇后杯決勝戦はスターター出場ということになりました。この2本も綺麗に決まりましたね。一番の前奏いいですからね。スンバ選手もよくリバウンドを取ってますよね、はい、なので NS はここ気をつけたいですね。あナイスイン、長田持ってきました、はい、持ち味ですね。今シーズン加入しました長田の宮崎、宮崎ここも決めています、はい、落ち着いてましたね。高橋、渡部ショットクロック10秒、お宮崎奪いました。ヒールからの得点、はい、でまたこの肩を入れてもう一度抜くというスピードアップね。宮崎、渡嘉敷に合わせてここのホットラインはしっかりと1本決めてきました、はい、宮崎選手が今ホットラインの準備をしています。伝送です。さあ元川から今度は高田に合わせてくる。いやでもここ元川選手のアシストも上手かったですね、まあ、先ほどこのプレーもですね、まあ、渡嘉敷選手が元川選手をこう見てはいたりしました、まあ、ただちょっとプレッシャーまだかかってないですね。メニュース宮崎バスキに入れてバスケットカウント、優勝はあったんですけども体張って、はい、気持ちで引っ張ってますね。ひまわりこれで11得点です、はい、第2クォーター残り1分を切りました。長岡ワイドオープンのスリーポイント、ここも決めますね、はい、次のオフェンスするぐらいのシュートに行くぐらいの気持ちでいってほしいですね。高田スリーポイント、あよく決めた、勝負どころでという場面でしたよね。ここはエネオスを作ってますね。さあ高田のスリーポイントですけども、まあ、スリーポイントのところ今落ちてますけどね、ここが入ってきたらまた変えるんじゃないかなと思います。なるほど、あうまい、ここは高田、高田のプレーで、うん、あの守りは大切になると思いますね、はい、あの先ほどこの展開を突破するにはというところで、原田さんもディフェンスというふうにおっしゃいましたけれども、ここもミスマッチですからね、ここのミスマッチをどう攻めるかという部分はありますが、かなり遠い位置からのスリーポイントシュート、このシュートを篠原沈めてきました、はい、ナ
スいいですよ。ここで星野突然が来ました。ちょっと止まってしまいました。ここは篠原選手がパスコースうまくいきましたね。最後は渡嘉敷、かなりディフェンスが出てきてますので、高田と渡嘉敷のマッチアップ、宮崎渡嘉敷に合わせてきました。良かったですね。渡嘉敷の得点、前走高橋、宮崎から星です。走ります。あーよく合わせた。前走もしっかり戻ってるなという印象はあったんですけども、はい、ここはうまく宮崎選手かわせましたね。ここはボールワンからピックアップしたいですね。逆に展開したい。篠原スリーポイント、うわ決めてきました。今のはもう私に欲しいというような感じもありましたね。篠原選手、長岡スリーポイント、いやーすごいですね。今度は宮崎、星、林に止まってパスを展開していきます。星のスリーポイントシュート、この決勝の舞台で去年は出場がなかった星杏里がスリーポイントシュートを沈めました。ちょっとスイッチしてましたね。いった感じはありますね、はいはい、そうですね。あ、よくつないだ。あ、よく守った。篠原のところ、宮崎のディフェンスでした。さあ、どうする、ここは。ショットクロック5秒のところ。強いですね。元川が決めています。気持ちのこう強さというものも見えますよね。はい。展開となりました。さあ、エネオスは宮崎です。高田が控えています。前走、うん、宮崎ちょっとディフェンスも試みが見えたかなという印象があります。林、宮崎、うん、宮崎持っていった。プレッシャーかけたいなと思うんですけど、前を向くというか強い気持ちで常に戦ってるなという形ですよね。はい、この宮崎のスピード、ここもリングにリムアタックの場面も増えてきました。はい、宮崎、渡嘉敷です。高田との1対1のところを渡嘉敷が決めてきました。こちらエネオスベンチ、またここ高田選手、最後のシュートもこぼれました。76対66、エネオス10連覇達成。皇后杯で10連覇という前人未到の記録をまた更新したエネオスサンフラワーズ。さあ、ベンチのスタッフの皆様からも喜びの表情が伺えます。そしてデンソーアイリスとしてはあと一歩、またエネオスの壁を越えられなかったという結果になりました。準優勝という結果になりました。そうですね、まあ、ゾーンしながら、まあ、そこのところで、まあ、エネオスがしっかりと修正してオフェンスで得点をつなげていったという部分も一つあったと思うんですけども、まあ、前走も、はい、本当にこうディフェンス力、攻撃力というところを見せながら、エネオス、さあ